昨日ヘナ練ったんですけども、実は忙しくて一晩置いちゃいまして、でこんな感じになってます。最初ヘナの葉っぱ練った時は緑っぽく見えてたんですが、一晩も経ちますと、ちょっと見てみますか、もうなんていうか茶色っぽいのが表面に浮いてみます。でちょこれ一遍練り直していただきましょうか。ちょっと練り直してくれますか。あ、結構滑らかに上がってもちっとしてますね。どうです？いい感じですね。結構粘りがありますね。まあ、このままの状態ですとやっぱり固い、塗りにくいということなので、塗る紙に、ヘナを塗る直前にこの段階で、水気を足したりヨーグルトを足したりオイルを足したいということですが、ちょっと水を少しだけ足してもらえますか。はい、少し足してちょっと練ってみてください。はい、そんなもんでどんな感じになるかちょっと接近してみてみますね。まあなかなか水とヘナの練ったものが交わらないので、一生懸命こうかき混ぜるというような状態になります。あとで、実際に今これ簡単な練り直しですけど、実際に紙に塗る直前に今日はヨーグルト混ぜてみようかな、いろいろなものをちょっと混ぜてみてやってみます。簡単にここで練り返しました。あとは紙に塗る直前にもう一度練り返します。練り直し品はここまで。まず塗ります。最初はね、頭のてっぺんこうまず地肌に擦り込むようにしてこういう風に塗ります。地肌に擦り込むようにして、難しくないんですよ。ただ単にこうこれショートなんで、もう自分でも簡単に塗れちゃいます。他にもこうやってゴシゴシやっていけばいいだけの話で、まあこれ大体 2,3 分でもあれば終わっちゃいます。ロングの人は少し時間かかりますけど、ショートの人は一人でも簡単にできちゃうし、難しくありません。ヘナが若干今日固めですけど、あえて固めにしといた。僕はなぜか垂れるのが怖いから、垂れると、まあ外だからね、多少垂れてもいいけど、自分でやるときは垂れてもいいけど、人にやるときになんか垂れたとかって言われるとちょっとなぁなんて思うので、固めで、まあ、ちょうどいい感じです。これは垂れないかなっていう方さ、この感覚をつかむのにやっぱちょっと練習に3回か 2回か3回やればもう分かっちゃうかな。難しくないんです。全然ちょっとめくってつけて、人にやるときはね、自分でやるときはもうゴシゴシゴシ半でやってます。どうですか？やってもらって、うん、気持ちいいですね。地肌にこうやって擦り込んでもらうときに気持ちいいなって感じるんですよね。やっぱり肌との接触感がヘナの場合すごくいいので、紙に塗ってるときはそんなにわからないけども、地肌に擦り込むようになるとあれ気持ちいいかもってみんなやっぱり思うと思うんですよね。
ちょっと垂れた？大丈夫。大丈夫？垂れるのが怖いのよね。汚しちゃいますから。だからヘナの基本はまず地肌に擦り込む。そうするとヘナしてて気持ちいいと思いますので、そうすると続いちゃうんですね。気持ちがいいからヘナしようかなって、こう地肌に塗ることによってヘナの気持ちよさが分かるようになると、あ、ヘナしたいな、今日ヘナしようかなと思うんだよね。ただ髪を染めるっていうだけだと、あ、めんどくさいなって、あんまり、まあ今日もやんなくちゃいけない、あんな寝なきゃいけないかなと思うかもしれないんだけど、このヘナが地肌にこう接触してきて触れてくる時のなんていうか気持ちよさ、そういったのが分かってくると、あ、ヘナしたいなとかって、そんなことを思うんですよね。僕はもうヘナしようかなって思うんですよ。で今日ヘナしようって、もう練り始めて、まあ、楽しみになっちゃうんですね。そうすると長く続きます。頭皮も気持ちいいし、白髪があっても綺麗に染まっちゃうし、まあ気持ちいいということと、まあ白髪も染まってしまうし、嬉しいと、気持ちも嬉しいと。こんなわけでヘナやめられないんですね。一応大体こんな形でできました。で最後ですね、この方の場合は毛際とかあまりその白髪が多くないんでいいんですけど、白髪がここら辺に多い場合はどうしても生え際が目立つということがいますので、この生え際のところにちょっと盛り付ける、この方は別に問題ないんですけど、ちょっと盛り付けるっていうようなことをします。そうするとこう生え際染まります。でも1日かそれぐらいしたら落ちますので、まあ、まあ気にしなくてもいいかなっていう形ですね。こういう生え際とかちょっと簡単に盛り付けて、盛り付けると生え際の下が染まります。で途中どうしても生え際は乾燥してくるので、 1,2 回このヘナのちょっと取っといたやつをまた再度自分でつけて、乾燥しますと染まらないので、この毛際のところを自分で残ったヘナでちょっとこう途中塗った方がいいかなっていう形です。以上です。はい、ストップ。ちょっと汚れたところを簡単にもう染まってる。もう簡単に染まっちゃいますけど、肌の場合は染まっても落ちやすいです。あんまり気にしなくてもいいですけど、だから休みの1日前だったら、1日あれば最初のヘナとかで地肌とか染まったりしますけど、1日お休みがあればその間に落ちちゃいますので、あんまり気にしてないんですけど、僕の場合はラップします。でラップはとても重要で、髪を乾燥しちゃうと染まらなくなっちゃうので、乾燥から守ることと、あと保温、特に冬場の場合は保温になるので、冷えちゃうと染まらないから、保温の意味でもラップと、まあビニール袋をかぶってる人もインドでもいるんですよね。日本でもビニール袋、お買い物のビニール袋をかぶってる人がいますけど、インドのおばちゃんもこの間見てたらお買い物のバッグを頭からかぶってて、おお、やっぱこれは本当の節約だよなとかって思って感動したことがあります。これでこの上からタオルと巻いて、特に冬場の場合は保温が大事ですので、タオルを巻いて、あとショールみたいなのを巻いても、あとお仕事をします。でお仕事とかするときに垂れてくるのが心配なので、ちょっと簡単にタオルとかを首に巻いておくと、特にヘナが緩めの場合はタオルを首の周りに巻いておくといいと思います。そんなわけです。以上、これで終わります。